藤井勝彦選手、ゼッケンナンバー80番鍋島博樹選手、ゼッケンナンバー81番田原大輔選手、ゼッケンナンバー82番島崎武雄選手、ゼッケンナンバー83番西垣陽平選手、以上5名の選手となります。それでは参りましょう。ポーンさん、島崎武雄選手。続いて4位です、ゼッケンナンバー81番田原大輔選手。さあトップ3はセンターに集まりましょう。第3位です、ゼッケンナンバー79番藤井勝彦選手。続いて2位の選手を候補します。第2位はゼッケンナンバー83番西垣陽平選手。そして優勝はゼッケンナンバー80番鍋島博樹選手。おめでとうございます。プレゼンターは兵庫県ボディビルフィットネス連盟木下良樹理事長です。表彰状、兵庫県マスターズ40歳以上級優勝鍋島博樹殿、あなたは第37回兵庫県マスターズボディビル選手権大会において当初の成績を収められました。よってここにこれを表彰します。令和6年6月2日、兵庫県ボディビルフィットネス連盟理事長木下良樹、おめでとうございます。兵庫県ボディビルフィットネス連盟から賞状が贈られます。優勝鍋島博樹殿、以下同君です。公益社団法人日本ボディビルフィットネス連盟会長青田正則代読です。おめでとうございます。日本ボディビルフィットネス連盟から賞状が贈られます。そして銀メダルが首にかけられます。はい、優勝しました鍋島選手には B プロテイン、そしてゴールドジムプロテイン、 B レジェンドプロテイン、そして粉飴が贈られます。2位3位の選手にも粉飴が贈られます。はい、皆さんカメラの準備はよろしいでしょうか。はい、それでは、皆さん前に出てきてくださいね。得意なポーズ、まず2ポーズ取ってまいりますよ。はい、行きますよ。はい、ポーズ、ポーズ変えていきましょう。はい、ポーズ。はい、それではマナーの方を外していきましょうか。もうワンポーズ取りますね。はい、ポーズ。兵庫県マスターズ40歳以上級優勝はマックスジム所属、ゼッケンナンバー80番鍋島博樹選手、おめでとうございます。今週の選手に大きな拍手をお願いいたします。はい、それでは選手退場となります。鍋島